私たちはアミンチュを応援しています。見たよ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 、かいつぶり。来たよ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 、僕の街。六時四十分だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。2019年年末、冬限定企画年末ゴミ拾いヤンギャと題して、県内各地でゴミを拾ったおっさん。年が明けた2020年、新たな企画がスタート。安のおっさん新春ゴミ拾いヤンギャ、今年も拾います。じゃじゃーん今日もあのライブ配信と、はい、あの一緒にやってるんやけども、はい、さあ今日はどこにゴミ拾い来てるでしょうか。はい、今日はですね、うん、近江八幡市の長明寺に来ています。長明寺、わしらのこの後ろ、はい、後ろが長明寺やな。はい、うん、あ、タックル、はい、わしさっきお前にした時上にお台忘れたかもしれないから届けてくれへん。あ、これ階段もものすごい長いので、うん、ちょパッとパッとパッとパパッとパパッパパッとで多分結構な時間かかると思う。だから808なんやから、はい、多くて何段?808なんで1610、ちゃうわ、2816、1610。遅っ遅っ、今ライブ配信で今見ない、ククやで、タックルククができてないで終わりましたね。もうククが苦労の字2つのククに思えてきたすごい、2020年になってもどんどん出てきますねあ、なんか今年ちょっと進行しようとしてるやん。いや、そんなことないですよ。雨もな、上がってな。そうですね、朝めっちゃ降ってたんですけど、うん、今のところ大丈夫そうです。あ、そうかいな。はい、ほんでここゴミを、はい、拾っていきたいなと思いますので、ちょっと風がな、強いのだけだな、ちょっと心配ですね。今日の強風がまだ吹くかもしれんからかもしれん、追ってかんと飽きませんね、ゴミ。あ、その格好おもろい、もう一回やって。あ、それ何おもろいなちょっと泳がされてる。もう一回やってくれ、せーの、ごめんなすってごめんなすってまあ、受けたからええやんか、はい、ということで、はい、早速ゴミがタックル顔赤い恥ずかしい、ライブ配信はちょっとなかなか恥ずかしい。まあ、今年もええ感じで、はい、ちょっと懐かしが的な髪型に決めてくれて見えてないか、1973年、はい、県庁みたいな感じだったけど、はい、この間ありましたね、うん、はい、ということで、はい、頑張ってゴミ拾っていきまーす。よいしょー、早速出会いが。あそこのお店さん？お店です。あ、何ちゅうお店さん？長明庵です。あ、長明庵さん、長明寺登る前にな。そうです、あそこでみんな杖持って行ったりとか。そうです、そうです、杖いっぱい置いてるし、うん、ものすごく美味しいそば粉をいろんなとこから仕入れて、うん、ほうほう、さっきの店長が朝から毎日売ってます。売ってんの？毎日売ってます。いや、手打ちで朝から美味しそうやな。そうです。そやけど難しいのは、長明寺は階段めちゃめちゃ多いやろ。何段だったっけ？808段よ。30分ほど。そば食べてから登る か、うん、だから重なるやん、ダックちょっとな。そうですね、ね、でも元気つけていくのか、うん、登ってしんどい、あー、おそば食べてよかったね、副賞かって、うん、うん、それもどっちもやはります、お客さん。なるほどな、はい、ちなみにお姉さんは何派？どっちか言うたら、うん、ゆっくりあと食べたい。あと食べな、うん、いや、わかるわ、はい、なるほど、はい、もう皆さん頑張ってきてください。ほんまやね、はい、おまわりね、塩そばで待ってます。 ありがとう、はい、引き続き港のそばでゴミ拾い。
登りに来たん？いや、あの、私ここの店 の野菜を出すというか、あ、そうですか、はいはいはい、ここのほら、なあ、おいくらいで書いてある、この野菜を作ってはんの？あ、そうです。あら、大きいね、この大根。これってなんでこんなに大きいんですかね？なんか、その土地からええもん出てん違う？そうですね、でもやっぱちょっと土作りはこだわってて。あ、そうなんや、こだわってるんちゃうか思ってたんや。あ、ほんまですか？あれ優しいな、こうやって優しい気持ちでお野菜も育ててはるんやろな。だから大きなるんやで。そうです、すくすくと。うん、わしも今ハグしてもうたから3メーターぐらいになるかもしれない。3メーターぐらいに。もっともっと大きくな。大きくな。タクラ、あれやな、はい、お蕎麦のええ匂いするな。あ、ほんとです。なあ。労働の後のご飯が多分美味しいと思います。なるほどな。聞いたようなことを。年越しそばはあるんですけど、うん、うどんって年明けうどんとか言うんですか？なんか、あれ、そんなありますね。あんの？なんか、あれ、なんやろ。聞いたことないで。ほんまに聞いたことある？初耳ですけど。何それ、トークの話題なんか捏造してんの？なんかどっかで僕見た記憶が。まあ、これ調べてもらおう、リサーチチーム。そうそうですね、どうなんですか？絶対ないよ。安のおっさん新春ゴミ拾いやんぎゃ長命寺長編、次回に続きます。Jのおっさんやで、イエイエイ。滋賀の美味しいお野菜特産品を紹介する Jのおっさん。今回は12月14、15日に JA 近江富士さんの近江寺で開催された歳末大感謝祭に行ってきました。直売所からこんにちは。バフバフ、よいしょ。大民寺歳末大感謝祭にキラッタね。あ、行こう行こう行こう、お野菜なくなるかもしれん。お客様へ1年間の感謝を込めたこのイベントでは、お餅つきやガラポン抽選会、出店などで盛り上がっていました。だってビアコさん、熱々ワカサギ天ぷらって書いてあるから、しかもこれ200円って、これ令和の時代に200円って、これすごいですよね。200円やからピースできるもんな、200円。可愛らしい。今日どこを取れたワカサギが？ボリアンすごい、ボリアン、ビアコ。あ、ほんなん熱々なのだけじゃなくて、取れたてピチピチだよな。はい、お姉さんみたいに。いや、餃子のいい匂いがしましょう。めちゃめちゃするな。焼き餃子と餃子の具が入った餃子まん。ほう、いや、餃子まんっていうのはなんの？あ、肉まんみたいな中に餃子の具が入ってるの。はい、あ、上手。おいしいぞ。餃子も大道で出してはんの？そうなんや。ぜひ、やってまいりました。案内してくれてある。ご覧くださいませ。ただいま、全国に JA のおっさんが来てくれて。確かにやって、割れてある。全国ご覧ください。拭いてあるね、なんかね。いや、割れてある。どんなアナウンスや。園内に入ると、オーミンがお出迎えしてくれましたよ。アンギャの時はゴミ拾い来てくれてありがとうね。売り場には冬の新鮮野菜が盛りだくさん。この里芋見てください、めちゃめちゃ大きいです。ほんまやな、これこれで250円ですから。素晴らしいな。マジ、辻の子発見したか思ったぐらいの大きさ。それくらいの大きさ。うん、辻の子の大きさ知らんけど。今日は何を買いに来られたんですか？ちょっと新鮮な野菜を買いに来ました。今日はね、菊な、それから小餅の味、新鮮ですね。これ美味しい。大民寺の岩本店長、おすすめのお野菜は何ですか？今やっぱり旬は何？大根かぶら。大根かぶら。あ、大根並べてあったもんね。里芋もあるし。あ、お芋もいっぱい並んでたわ。大きなお芋ありますね。
鍋に入れたらね、うん、美味しい美味しいね。あのちっちゃい子からおばあちゃんまで老いも若きも食べれるっていうとこあるわな。朝からいっぱい寒い中ね、うん、準備して並んでもらって、うん、いい場所取りたいしでね、早く来てくれるシャッター開いたらなパーンがあるからな。うん、外もあのテントで出品されてるんですけれど、もう漁師のね、望月さんもテントで開けてくれてるし、 あ、やっぱ漁師さん、漁師さん、若崎とってあんの、それから遠慮してた横餃子、餃子、大蜜のキャベツ入ってるしね。あ、素晴らしいな。大蜜といえば健康に良いと評判になったもち麦、このもち麦を使用した新製品も登場したんですよね。お茶です。お茶売ってます。あ、これもち麦じゃん。これあれじゃん、タックル、ほら、あのビアイチの時に、そうですね、差し入れでいただきました。そうそうそう、美味しかったやつやんか。めちゃめちゃ香ばしいですよ、ね、あの増産しましたんで。あ、うわ、やっぱり運気で増産かかって、だからじゃんじゃん出していきますんで、うん、もうな、あのこの星で言われたらすごい面白いけど。A のおさん、何やら美味しそうなもの発見したようですね。森山といえば森山メロン、はい、おう、こんだけ加工品あんの、ジュースからゼリーからパンからお団子、ほんでもな、メロンといえばというメロンパンまで。そうですね、いやー、加工品いっぱいあるがな、おいしそう、迷うわ。おいしい加工品見すぎて目がトロンとなるわ。目がトロンとなるわ。メロンとなるわ。メロンだけに、ちょっと遅いよ反応。森山メロン団子、美味しそうでしたね。以上、大にぎわいの大みんち歳末大感謝祭でした。皆さんもぜひ冬の新鮮野菜いっぱいの大みんちに来てくださいね。合言葉はジェイエイ、皆さんご一緒に。2020年も大みんちにせーの、ジェイエイ。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。